はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、いとっちゃんです。今回はですね、G36 マスターディの前回に引き続きアイスフォックス版作ってきました。これもね、なかなか強くてですね、こちらは攻撃力、射程と連射力が伸ばせるような武器になってまして、アイスフォックス、まあ、前回のベトナムの弱点としては、まあ、連射はいい、射程もいい、中段もいいんですが、ちょっと攻撃力が足りないと。いうようなところをしっかりこの G36 で補っているというような武器になっております。さらにですね、初段精度などなど、前回のこちらよりいいものができています。あとはですね、射程の方は、まあ、70.5 というふうにはなってますが、攻撃力40.4もあるんでね、その分カバーできてるかなと思います。さあ、ということで今回この G36 マスターディのアイスボックスはどのような形になっているのか、実戦で使っていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。まあ、ちょっと練習チャンネル打った感じ、ワンチャン前回の、前回のね、M16 の方がもしかしたら、中段いいかもしれない。で、少し、今見た、今はね、ちょっと分かった人は分かると思うんだけど、ちょっとレティクルの上に集団するんですよ。なので、これはね、少しばかり癖があるなと感じます。前回の方が打ちやすい。意外でした。なんか G36 なんで、正直 G36 はすごいね、打ちやすい武器になるかなと思ったんですけど、今のところそうは感じない。少し考えて使わないと、まあ暴れてしまうというか、暴れるというか、このレティクル集団した先、まあ、レティクルの上に集団するわけなんですけど、おお、ダメだったか。まあ、でも、言うて前のやつより、やっぱ火力に関しては、いいなと思います。火力ばっかりは本物。やっぱり40ある、な、と、感じる。あらららら。ダメージも取ってますね。なんだかんだ。結構やられちゃってはいるけども。ダメージ取れてるのはいいのかなと思います。おお、そこだった。いやー、グレネード。おお、ラグ。あー、間に合わないですよね。ガクガクってなっちゃった今。もったいない。あー、惜しい。ショットガンに全部持ってかれたね、今、ショットガンに。さすがというような、言わんばかり。ちなみに、ショットガンね、近々修正されます。韓国の方では、もうすでに修正されておりまして、セットトリガー3が付けられなくなるので、はい、結構弱くなるのかなと思います。そして終わってしまった。はい、ではやっていきましょうかね。では爆破の方でしっかりこの間の、なんだ、ベトナムとの比較見ていきたいですね、ダメージ。おー、敵がいる、敵がいる。はい、私ここに隠れておりますね。おお、なんか移動取りしただけだったね。近距離159.8。まあ、これは多分どの武器でも大体入るかな。さあ、俺がちょっと何もしておりません。ねえ、ちょっと頑張らないといけないです。こっからですね、追い上げていきましょう。お高っ。え、どこまで行ってんの？すごいとこまで行ってんだけど。手榴弾投擲。あー、両方あるな。ちょっとこれは危ない。せん、あー、びっくりした。あ、そっちメットがあったんですけど、まあ67ちょっと削れてたってのもあるんでしょうけどね。67入ってますけど、多分前のやつだったら60はいかなかったですね。やっぱこの武器だからこそ入ってんのかなと感じます。前方に手榴弾。
ちょっと待って、ちゃんとダメージ入れたいんだけど。いや、そういうのじゃないんだよね。ああ、ダメだった。これも削ってるからね、ちゃんとした100ダメってのを入れたいんですけどね。入れられなくてすいません。さあ、あれまあれまともう最終ラウンドになりそうでございます。いまいちまだちょっとわからない状態で進んじゃってるんで、もったいない。やっぱでも、やっぱ反動だな。少しブレるな。あー、これは良かった。100削った。C4。さあ、あとは、苦手は多分やりますね。多分倒すで、倒すと思います。終わっちゃった。やっぱりダメージは前回のやつよりいいですね。最後の最後のしか見れなかったわ。はい、というわけでね、まあちょっとそんなに見せれなかったんですけど、まあでも言うて、やっぱこの間のベトナムと違って、少しやっぱブレがある。この難しいブレが、癖だなと思って、これが少し難しく思いました。見た目はね、めちゃくちゃ集団して、すごい武器に感じるんですけど、なぜかこうやっぱ、その武器の特性があるんだよね。どうしてもその武器の特性ってものがあるので、まあ確かにこちらの方が、少しばかり 1.2 ほどね、火力が、まあ 1.6 か、高くなってるんで、まあちょっといいところはあったんですけど、まあそれでもやっぱり、前回のものと比べると、集団っていう点で、やっぱベトナムに圧倒的に勝てないのかなと思います。いや、ベトナムの集団って昔から皆さんご存知だと思うんですけど、レティクルが広がらないんですね。そういうなんか能力的な、特殊オプション的なのがね、ありまして、まあ、それのおかげで、連射力ガーッと上げて、アイスフォックスに混ぜても、まあ、全然広がらない。そのままベトナムの良さを持ったまま、戦うことができるっていうような仕様だったんですが、今回 G36 に関しては、もっといい武器だと思ってたんですけど、なんか思ったほど違うなというような感じがしました。ね、ほとんど数字の方向を見ても変わらないんですけども、やっぱり G36 特有の能力ってのがアイスボックスにあまり合わないのかなというふうに感じまして、これを直すのにはまあ、いろいろ武器を入れれば治るっちゃ治るんだけども、まあ、ぶっちゃけそんなことするぐらいだったら別の武器作った方がいいかなと思います。で、他の武器を紹介する例で挙げると、レミントン R4、R リザーブだったら違うんですけど、R4 とかで、その大会用とかで武器作ったりすると、R4 だと、さらにもっとこの、レティクルの上の上部の部分で左右に広がりがすごくひどくなるんですよ。なのでやっぱり武器によってあんまり効果的というかね、せっかく合わせてもいまいちな武器がたまにありますので、やっぱその点この武器はダメだったのかなと思います。というわけでね、まあ G36 マスターリーちょっと残念な結果では終わってしまいましたけども、まあ通常の G36 マスターリーは圧倒的強いので、まあ、これいうふうに使ったりとか、G36K マジ好きっていう人には持ってこいなのかなと思います。まあ、他にもね、ぶっちゃけこういうメデューサとか、ね、あとタイプ89とかマジでできたらすんげえ強くなると思います。ただタイプ89はカスタムがないので、その厳選するのに何個も多分レッドチケット必要になっちゃうので、ちょっと厳しいんですけど、タイプ89とかはレティクル広がらない武器なんで、アイスボックス混ぜると。なんでめちゃくちゃ面白いと思いますが、まあ、やれたらやるって感じで、やります。まあ、今度はまた面白い武器探してやりますので楽しみにしててください。はい、というわけで今回はここまでとなります。また次回何かやるので楽しみにしててください。お疲れ様です。